こんばんは。今日はこちらの食材を使った昆布だしで作る鯛鍋に挑戦していきます。おネギを切っていきます。水菜を切っていきます。こちらの大黒本しめじというしめじを使います。まず昆布で出汁を取ります。料理酒を入れます。みりんを入れます。お醤油を入れます。おネギを入れます。鯛を入れていきます。水菜を入れます。北川博之特製昆布だしで作る鯛鍋の完成です。美味しそう。こちらの柚子ポン酢も少し入れましょう。いただきます。今日も大成功ですわ。